浅村エイト33の成績。こちら浅村選手の成績、普通に優秀となっております。完全にレジェンドに片足突っ込んでる。ベルド西武戦で達成してほしいね。マジかよ、もう33か。この間ルーキーだったのに。後にも先にも楽天ではこいつを超える打者はもう出てくんやろな。あまりにも育成力低すぎて。 WRC たす的には打撃は間違いなくセカンド歴代最高やな。サード転向でまだまだやれるな。楽天の育成最高傑作、パリーグ野手でがらしすぎて、もう柳田、浅村、近藤、森くらいしか残っとらんね。打撃成績だけなら山田と似たようなもんなんやな。なぜオリックスに行かなかったのか。球団が存続するなら引退後も安泰やしな。連続試合出場はコロナにかからなかったのがすごい。今は OPS7 割り超えてれば余裕でレギュラーだから、35歳まではレギュラー安泰だろうな。それまでに2300本塁打は超えてるだろう。甲子園史上最強ショートの姿か。これが生きらず自分を客観的に見れた中島。高校アベレージヒッターだったのにプロで HR バッターになるってすごいよな。役は腐るほどいるのに。セカンドのくせにホームラン打者で足を使わないというだけで山田より過小評価されてる。実は大谷レベルで野球以外に趣味ないんかもしれん。ご視聴ありがとうございました。